はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということで、今日もラジオ撮っていきます。そう、9月ももうね終盤になってきてますが、だんだんねこうコロナの影響も緩和されてきて、今週というか27、28で、リンゴ音楽祭っていう音楽フェスもやっているそうで、本当に僕も行きたかったんですけど、ちょっとねチケットが多分、栃木県でしたっけの方しか買えないようになっていたような気がして、まあ見に行くことはできなかったんですけど、まあ出演アーティストいろいろ見ていたら、金子彩乃さんとか DJ で岡本玲二さんとかね、あと誰でしたっけな、個人的にねノーバディーノーズが出てるのとかすごい最高だなと思ったりなんかしてたんですけど、まあ今日はちょっとね、それにちなんでちょっと金子彩乃さんのサンサンというアルバム、去年出たアルバムなんですけど、僕アナログっていうレコードで買っていまして、本当に最高のアルバムなんで、今日はぜひね紹介していこうと思います。まあまずね金子彩乃さんの紹介になるんですけど、1993年1月30日生まれというところで、27歳ですかね、僕よりも2個か3個ぐらい年上の方なんですけど、神奈川県横浜市出身ということで、僕もね神奈川県出身でして、ちょっとねこう親近感があるわけなんですけどですね、大学在学中に、自主制作アルバムをリリースして、プロのアーティストへとこうなっていた方で、ライブはね結構ね女性シンガーソングライターとしてソロで出る時とライブバンドセットっていうので2つ分かれていて、どちらも素晴らしいよみたいな話を前もね少ししたかもしれないんですけど、そうそうそう、そういうなんかねハイブリッド感というか、バンドとソロでね同じ曲なんだけど全然こうアレンジが違くて、どちらのライブなんで2回ね同じアルバムのリリースツアーでもソロとバンドセットがあったらどっちも見たいななんて思うようなアーティストさんです。でその、アーティストさんの2019年のね9月、18日かな、 CD はね18日で、レコードは9月の5日に出ていたみたいなんですけど、サンサンというアルバムがありまして、このアルバムがね本当に素晴らしくて、まずねざっと曲のね紹介からしていこうと思いますけど、曲全部でね12曲あります。で、1曲目から花開くまで、噛みつきたい、布と皮膚、明け方、リボンの手ほどき、ごめんね、セゾン、光の方へ、車窓より、僕ら花束みたいに寄り添って、愛のままを、サンサンというね12曲になってるんですけど、まあまずねアルバム全体を通して感想をね話したいと思うんですけど、こう流れが素晴らしいなと思って、僕がねこう好きになるアルバムっていうのはね、曲がいいのももちろんなんですけど、このアルバムの構成としてね素晴らしいなと思うものがやっぱ作品としてね、いいなって思うわけなんですけど、このサンサンというアルバムね、かなりこう凝っているなっていう風な印象を受けまして、まあまさにこうアルバムとして曲を作っているっていう側面もすごい感じるようなね作品というか楽曲が多いなと思いました。でね、まあ曲の説明をまずしていきたいんですけど、1曲目2曲目3曲目と花開くまで、噛みつきたい、布と皮膚っていうのがあるんですけど、アルバムの全体の流れとして1曲目2曲目とこう入って、3曲目でねこうガッと閉まってる感じがあって、1から3曲目まででこうね一ストーリーが完結されてるのかなっていうような印象をねまず受けますけど、そうなので3曲目のね布と皮膚というね曲がすごくサウンドもすごいね凝っていて、まあイントロ聞いた瞬間からもう最高だなっていうなるような曲で、ぜひここはね1曲目から3曲目までこう通してね聞いてほしいなと思います。はい。で、4曲目明け方、まあこの辺からね作品として第2章が始まるのかなというイメージなんですけど、これ本当に素晴らしくて、結構ね金子彩乃さんの曲をどう素晴らしいか表現したかったんですけど、すごく難しくて、こう歌詞とかサウンドもねロックサウンドではなく、結構ねバンジョーなのかな、こういろんなねサウンド取り入れたりしてて、ポップなのかロックなのかみたいな、はたまたシンガーソングライターの一面もあったりして、ジャンルっていうものはないのかなというか、もう金子彩乃さんというジャンルなんじゃないかなと個人的に思ってるんですけど、そうこの4曲目の明け方という曲で、君の隠したい秘密を一つ知るより、今より上手に笑えるようになりたいだけだってサビでね歌うんですけど、こういうなんだろう世界観がもう4曲目からこう出始めていて、そのままちょっとね5曲目の話をねすごいしたいんですけど、リボンの手ほどきというこの曲なんですけど、もうほんとかなりこう金子彩乃さん節というか、こう今までのアルバムからしてもこの魅力がね本当に詰まってる楽曲だなとこう感じていて、脱力してる子なんだろう日常とか
日々の息苦しさとか悲しみや怒りとか、そういうのをねこう歌詞からね感じることができます。そう、僕ねこの曲ですごく好きな歌詞があって、なんとか生き抜いたプレゼントボックスのリボンを体の形が変わっても焦ってほどいていたいという、ね、歌詞が本当にこう痺れまして、なんていい歌詞を書くんだろうって、本当にね日本語喋れてよかったなってすごいね思うような歌詞で、こう日常の中でね自分が変わっていってしまうことの恐怖というか、昔やっぱりこうなんか僕もこう共感してしまうのは、子供時代の感情とかストレスや日々の悩みとかそういうものもない時代のこと、やそのような時に送っていたね行動みたいなことが一番こう人生においてピュアで素晴らしいなっていう風に思ってて、そういうことをなんか曲でね歌ってくれるからこそ、うん、分かる分かるってすごいなるというか、そういう感情をみんながこう感じるから、こうどんな世代でもこの金子屋さんの歌というのはみんなにとって大切な一曲になっているんじゃないかなと思います。なんかこう苦しさの中にこう光を見出す歌というか、これこそね、うん、金子屋さんの魅力なんじゃないかと個人的には感じました。はい、そのままちょっとね、曲は飛びまして、7曲目セゾンという曲について話していきますけど、もうねまずねこの曲本当にかっこよくて、サウンドやこう歌メロも本当に素晴らしいなという印象で、愛のままをの曲、シングルのねカップリングというか2曲目にね入っていた記憶があるんですけど、僕はね本当やっぱりバンドやっていたからかもしれませんが、こうバンドサウンドに合うような楽曲どうしてもね好きになってしまう傾向があるんですけど、なんでこの曲はねすごくなんだろう、本当今リンゴ音楽祭ね昨日今日とやっていると思うんですけど、いや本当にね聴きたかったなと思います。やってたらいいな本当。ちょっとねライブ早く行きたいですけども、ちょっと8曲目ね切り替えていきますけど、光の方へ、この曲はね映画私は光を握っているという映画の書き下ろしの主題歌だそうですけど、この曲ねミュージックビデオも確かあって、ちょっとね後で調べるんですけど、あったらね概要欄の方貼っておきます。そう、なんかすごくねこの曲は金子彩乃さんの曲の中でもこう明るく強くね前を向いているような曲で、すごく好きなんですけど、またちょっとね歌詞の紹介、本当ね金子彩乃さんの魅力をね本当に伝えるのが難しいなと思って、今日ねすごい歌詞ばっか伝えてしまってるんですけど、ぜひ本当聞いてほしいんですけど、壊れそうだよな僕ら、次の夜には星を見上げたい、ちっぽけだからこそもっと勝手になれるとか、すごくねいい歌詞だなと思ったりとか、隙間からこぼれ落ちないようにするのは苦しいね、だから光の方へとか、本当になんかねこうパワーをもらえる曲だなと個人的に思っていて、本当にちょっとね辛い時とか、あまりね僕辛い時正直ないんですけど、ちょっと落ち込んだ日とかにはこの曲を聴くことでなんかよし明日からもうしっかり頑張ろうみたいなねこう元気づけられる曲だなと思いますんで、ぜひね聴いてみてほしいなって思います。うん、続いてね、11曲目愛のままをという曲、これも最高です。さっきのねセゾンのシングルの、リード曲ですね。本当にこう曲が力強いというか、これこそまさにこうバンドサウンドで、やっぱ僕はねバンドサウンド好きだなと思うんですけど、 A メロからこうサビでねテンポダウンするとことかがもう本当なんだろう、バンドがね好きな人だったら絶対にこの曲とか好きじゃないかなと思うんで、ぜひねそういう方聞いてみてほしいなと思います。はい、で最後ね12曲目サンサンということで、まあ最後にねアルバム名と同じ曲名のサンサンという曲をね持ってくるあたりがもうアルバムとしての完成度として、いや本当素晴らしいなと感じるんですけど、まあ本当この曲はね今後金子屋さんのアーティストとしての人生で名曲になっていく曲に違いないなと思ってるわけなんですけど、本当にこうねパワーをくれる曲というか、本当大好きな、本当みんな大好きだと思うんですけど、聞いたことある人なら、歌詞でねしっかりとした気持ちでいたい、自ら選んだ人と友達になって、穏やかじゃなくていい毎日は、屋根の色は自分で決めるって、もうほんとねこう日々なんかいろんな人にさやっぱり影響受けたりとか、人に言われたことでさ自分の気持ちが変わったりとか、そういうのってすごいあると思うの日常で、うん、そういうのってみんな結構コンプレックスに感じていたりすると思うんですけど、うん、やっぱりこう最後のね屋根の色は自分で決めるって、そのまっすぐに伝えないところがすごく、まあ、個人的解釈なんですけど、なんていい曲なんだろうかという風に感じます。弱さを認めて力強く生きようとするこう彼女の思考こそ本当にこうロックンロールだなと僕は思うわけなんですけど、このアルバムねいろいろ今12曲全部話していったんですけど、
何かこう苦しんでる人とか、何かこう目指しているんだけど思うようにいかないとか、こうどうしようもない状況の人とかにぜひこのアルバム聞いてもらえると、なんかこう心が少しでもね軽くなるんじゃないかなと思ってますんで、ぜひなんか、まあそうじゃない人もぜひね、やっぱりこうアルバム通して聴いてほしいなというのが、ポールとしての願いです。はい、といった感じでね、今日は金子綾乃さんのサンサンというアルバムについてお話ししていきました。本当にね、曲のこう詳しい話とかは全然できていないし、できる自信もねあまりないんですけど、本当にこう感情のまま好きだなって思えるアルバムをね、ぜひこう多くの人に聞いてほしいなという思いでね投稿してるわけなんですけど、これをきっかけに聞いてくれる人がいたりとか、もともと好きな人が本当共感していただけるだけで、なんかこうすごくいい空間をね作れるかなと思ってますんで、今回ね少しでも共感してくれたりとか、本当に素晴らしいもの情報として得られたっていう方とか、もしいましたら、あのチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますというところで、今日も終わりにしていきたいと思います。ちょっとね少しずつね投稿の頻度はね下がってきてはいるんですけど、こう動画に文字を入れるようにして、たくさんバンバン出すだけじゃなくて、いいものをねしっかり出していこうという風な気持ちで動画上げていきますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いしますというところで、今日おしまいしたいと思います。どうもありがとうございました。おやすみなさい。